ラツヨ3、0AC ミランセリエー第33節、ラツヨにところ、するイタリア代表 FW、チーロインモービレの劣な右足が炸裂した。同選手は1ゴール1アシスの活躍でこの試合の最高評価を得た。AC ミラン、粉砕した強烈なシュートとは、今シーズンのリエーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。 一ヶ月分、お試し実施中、UEFA チャンピオンズリーグ、CL 出場権、争っている6位ラツヨと5位 AC ミランの直接対となった。一試合消化が少ないラツヨは勝ち、58、ミランは66で両者ともに、CL 出場へ負けられない、意が続く。ホームのラツヨが、いきなり先制ルを奪う。開始2分、ホアキンコレアが、左差、ドから、ダイレクトで、 前方へ、浮き玉のパスを、ルが、ミラン MF、イスマイル・ベナセルの元へ、ナセルは、胸トラップで、マイボールに使用、するが、体勢を崩してしまい、ボールを失う。ボ、ルを拾ったコレアが、インモービレとのワン、で抜け出すと、ミラン守護神ジャンルイジ、ドンナルンマを抜き去り、ゴールを奪った。前を、を一ち、で折り返すと、51分に、ラツヨが、追加点、ル、ス、 アルベルトのスルーパスに抜け出した。レアがドリブルで仕掛ける。そのままミラン DF イカヨトモリを抜き去り、ペナルティエリ、右からゴールを決めた。コレアが個人技を見、ゴールを奪ってみせた。そして、インモービレ、立て続けに、好プレーを見せる。アルベルトのルーパスに抜け出した。インモービレはドン、ルンマの位置をよく見て、ループシュートをたく。綺麗な子を描いたボールは、 ゴール方向へ、ルは、左ポストを叩き、惜しくも、ゴールとは、らなかった。だが、昨季36ゴールを決め3回目の得王に輝いたイタリア代表のストライカーが、の片鱗を見せる。87分、インモービレは、右サイド、マヌエルラッツァーリからボールを受け、と、コントロールから右足を振り抜く。ミラン、選手3人が、インモービレに寄せたが、それをもの、もせず、 強烈なシュートが、ゴール右に突き刺した。巧みなボールコントロールでシュート。打ちやすい場所にボールを置き、右足の速い、リでシュートを放つ。名手、ドンナルンマモも反、しボール方向に飛んでいたが、手の届かない、ヘキなコースへ、ボールが飛ぶ。うまくコントロールされたボールは、ゴール左に突き刺さった。モビレのトラップ、シュートスピード、コス、どれを取っても完璧だった。 インモービレデータサイト、伏せコードによる採点で、マインオブザ、マッチ、マムを獲得。この日に得ゴールのコレアは8.76で2、目、インモービレは9.02で最高評価を獲得した。イモービレは、決定期演出のキーパスも4本と際を記録し、攻撃面で、ラツヨの勝利に貢献し、ことが評価されたようだ。 勝利したラツヨ、一試合消化が少ない中で5位ミランとの勝ち点、を後に縮めた。なお、セリエ A の CL 出場権争いは混戦、対、勝ち点68の2位アタランタから、UEFA ヨーロッパリ、グ、L 圏内の5位ミランまで、勝ち点2差の中に4地位が入っている。一試合消化の少ない6位、ラツヨ、勝ち点61で5位ミランに迫っている。 セリエ A の CL、L で県争いに目が離せない。動画、強烈な右足炸裂、乱粉砕、サクキセリエ A 得点王の凄す,すぎる号、とは参照元、YouTube、りょう。